トラック。タイガーマスクが、ちょっとずれて遅れた。速い、ドラマスクが速い。さあ、このスピードのマスクをドロップキックで、場外に飛ばしておいて、さあ、場内ご注目。ということで、今週はまず、その天竜原組対ブッチャー TNT の世界タグ選手権試合の模様、結果をご覧いただきたいと思います。最後に、この鹿児島大会のメインイベント、インターナショナルヘビー級選手権試合、ジャンボ鶴田対アブドラザ・ブッチャーの一戦をご覧いただきたいと思います。そのキックをご覧ください。すごいキックだ。そして力込みが入る天竜。さあ正面から左のストレート、ブッチャーです。打たれ強いアブドラザ・ブッチャー、膝はついておりますが油断は禁物です。さあ、あやはり地獄突き、飛び込んでくるところを地獄突き、アブドラザ・ブッチャー攻められても攻められても返してきます。アブドールザブッチャー体が鎧であります。さあ攻めるのは頭から、あーっと手を合って、この手の後にジゴスキが飛んでくるんです。いやいやいや、喉に脇腹に渾身のブッチャーのジゴスキが飛んでいきます。アシラハラの体がふっと浮いてしまうようなジゴスキでした。さあ今度は TNT、 アシラハラを相手にするパラーチック、これです。あの馬場さんの2メーター9センチの顎に打っていった、見事にヒットしたトラスキック、足の腹にも打っていきました。さあ今度は体殺法、さあ体逆転兵はダメ、あーヒットマンダリアット。さあ TNT をまたにしましたか、 TNT をまたにしましたか、天竜晴れがあります。ダブルの攻撃が見られます。さあパイルドライバーの体勢、どちらを向かせるのが、そうだこちらだ、こちらを向かせて、さあダブルのパイルドライバー、あのオリンピックコンビ鶴田康の18番を乗せました。見事なパイルドライバー。さあ TNT を捕まえた、もうあっとパワーボム、パワーボム、パワーボム、さあブッチャーが来た、ブッチャーが来た、前から来た、監督必殺のパワーボム、あっとダブルのタックル、そうだ分断だ、分断だ、馬場さんもお話でした。2人で1人を攻撃、これでいい、これでいい。さあブッチャーが外だ、ブッチャーが外、これでもかと、パワーボム、カウント、入る入る、カウント3、カウント3、カウント3。天竜足の原5度目の防衛に成功であります。最後はこの天竜のパワーボム、見事な防衛です。17分31秒、17分31秒、天竜原がブッチャー TNT を破りまして、さあ、輪島の主張に当たります、ジャイアント、馬場選手が、NWA の世界チャンピオンベルトを奪取しました、鹿児島県立体育館のリング上、その思い出の地で、さあ、4人の男たちがどんな戦いを繰り広げるか。18年もギラギラしているぞ。天竜源一郎、今年もプロの審査を巻き込むぜ。天竜200番の石川隆、非常に違うぞ、今年の石川。200番の和島広樹、やるときはやります。石根子は和島、和島の40歳のお祝いをいたしました。その石川、まあ高橋さん、東証と呼ばれたこの吉村に似てきたっていう人が多いんですが、いかがですか。しかし吉村選手ですね、なんか力強いと言いますかね、まだまだやられっぱなしじゃないところがいいですよね。そしてやはり吉村さんのタックルの名手、いい形で和島につないだ、そのリードオフマンぶり。そして和島が今日はグラウンドでの展開、そしてサブミッション出しております。和島リングの中央、いいポジションを取りました。馬場選手のプロレスは喧嘩魂だ、体で覚えろ。そして天竜の、俺の本心は分かってほしい、いじめているんではないんだ、流した汗の量は誰も負けない、この言葉を送りたいと思います。さあ腕を決めました、天竜に決めています、天竜に決めています。さあもう一回、ちょっとこれは青いコーナーが近いか。坂口さん、まあこうやって見ていますと天竜も言っているんですが、粘りですとか、あるいは不意打ちですとか、打たれ強さですとか、徐々に進歩はしていっている、こう分析してますね。ちょっとやっぱ今日の攻撃見てましてもね、やっぱり今までの守りの脇腹から感じて、はい、攻めの脇腹に感じてありますね。そうですね、まあ
畳の目の進歩ほどでもいいです。小さな小さな積み重ねを大事にしてもらいたいと思います。輪島、さあ足の原です。原が出てまいりました。天竜に負けじと全力で走り続けてまいりました原。革命2年目で真っ白になるまで走り続けたいという原。天竜とのタッグにプロレス生活最後のチャンスにかけます。男原41歳ヘッドマットが飛んでいきます。この汗の量ぶっ壊れるようなプロレスを心情を持っています。この足の原、この辺で攻守入れ替わりましたね。竹内さん、そうですね。しかし今その足の原選手ですけどもね、今年の年頭にですね、今年はなんとか天竜選手を一騎打ちをやってみたいという宣言をしますね。やっぱりこの辺りの潔さといいますかね、はい、やっぱこの吹っ切り方がなんとも魅力ですね。まさに当マイクロフォンもその生き様に拍手であります。一時はこのサポーターが両の膝足に巻かれて膝に巻かれています。この怪我のためプロレスを断念したこともあります足田原。しかしこの無二のライバル、宿命のライバル天竜といつかは戦いたい、こう願ってプロレスに復帰してまいりました。最後のチャンスを天竜とのタッグにかけます。そして竹内さんお話のように今年の目標は天竜との一騎打ち。輪島を捉えました足田原です。あの鎌田冬樹も育ってくれましたしね。天竜同盟も非常にやっぱり力強い組織になってきましたね。もう一頑張りです。さあバックドラップです。ラグビーの世界的有名選手でした足田原、フリショーのように何回もカムバックしてきています。さあ輪島、今度はベアハック、なんとスープレックス。ちょっと体勢が崩れました。どうです、ちょっと腰のキレが悪かったんですね。やっぱり一度あれを投げてですね、その腰をやっぱり痛めたことがありましたよね、はい、あれやっぱりちょっと腰が伸びきっちゃってですね、はい、体のまんまで投げるような形になってますね。まあ、田植えもデビューしました。元十両の玉麒麟です。それから天斗もいます。高木もガーッと成長してまいりました。浮かるかできません輪島。さあ輪島の表情、竹内さん、この輪島は40になりましたけども、お医者さんに言わせますと体は30代ですね。まだまだやれますからね。まだまだやっぱり自分の体をいじめるんですね、はい、そして心は20代です輪島。さあ、シュンとしている輪島は見たくないぞ。さあ、天竜が厳しい、また天竜キックを打っていきました。輪島場外であります。土俵下に落とされるよりも土俵の上で気持ちよく潔く散ってもらいたいと思います輪島。そう思いませんか、竹内さん。そうですね、やっぱりリング下にいる輪島選手は似合わないんですよね。ねえ、ともかくリングの上へ上がって胸を張っててほしいですね。美しい技よりも記録の底から這い上がる輪島の気迫に惹かれるんです。さあ、すごいキックだ。さあ、これで輪島の足がやや赤みを帯びてまいりました。そして今度は喉元にキック、天竜であります。あのプッチャーに完全防衛、ビーダーブレッタックのベルトが守りました。意地がありました。ブッチャーをバックドロップで投げた。自分でも驚いたと言っています。天竜革命が外人にも徐々に浸透してまいりました。ブッチャーはね、ベルト完全に取りに来てましたもんね。そうですね、それでも上のあのバックドロップですからね、はい、やっぱりこれは大きな自信だったですね。そうですね、ますます天竜革命に弾みをつけたわけであります。まあ、どちらかがこのトードウォリアーズからオリンピックコンビか、この革命コンビか、インタータックを奪還して、するとやっと統一戦をやってもらいたい。ですね、これが今年の最大のタッグ頂上対決になってるんでしょうね。ブッチャーも言っていました。この天竜の負けたまるかという、相当、スピリットは強かった。このようにコメントを残しています。アブドーラザ・ブッチャーであります。さあ、これは苦しいぞ。かなりさっき足、それから腰を、打ちつけられてますんでね。打ってますからね、はい、ただここの選手、ダメージですね、表情を聞いててはまずいですね。確かに苦しいでしょう、痛いでしょうけどね、これはやっぱり耐えてですね、耐え切って見せることですよね。なるほど。さあ、足の原です。この流れ落ちる汗の量がこの戦いの激しさを物語っています。追い打ちだ、原キックだ。天竜キックの次は原キックだ。さあ、リングの中央、なんかこう派手な技がないんですが、もんなやつがじわっと攻めてますよね。そしてその真綿のように締め付けられる攻撃に輪島耐えています。ちょっと動きが止まりました。そして天竜です。クールな表情です。天竜がクールです。さあ、やっと狙いつまして打っていきました。カウント2。高橋さん、石川も見てますよ。
今まさにこれでやっぱり足にダメージって苦しいでしょうけどもね、はい、ここをやっぱり耐えて頑張ってもらわないとですね、これ道が開けてこないんですよね。さあその足に、おっと今あれはきつい、4の字固め、リア4ネックロック、ネックロック、ダーティングの心に応えてくれ、輪島武井さん、今日は恩返しのファイトなんですね。それだけにですね、何かやっぱり突破口ですね、また来るんですよ、見切れてほしいですね。そうですね、さあ苦しいぞ、輪島さあ苦しいぞ、締め上げる、リングの中央ロープまではまだ距離がある、輪島天は追いだ、締め上げる天竜、石川も入らない、でも右なんてロープの方に回転すればいいんですよ、まっすぐ強くなってしまいますね。いや苦しいですからね、どうしても体が左にですね、返っていくのは分かるんですけど、それも携帯の上に返さなきゃまずいですね。なるほど、それじゃ真ん中に行ってしまいますからね。そしてこれは一度馬場さんに下方漱石で指摘されていたことなんですがね、ダメです、どうにもなりません。輪島これ仮に抜けたとしてもかなりダメージ、ここからもう一回で逆に向こうに来るのが難しい。なるほど、なるほど、向こう側ですね、ただこの裏返しに対してはですね、確かに若干そのあのダメージが楽になってますけどね、あんまり意味がないと思うんですよね。天竜も確かに苦しいは違いないが、ゆっくりゆっくり今ロープの方に、天竜が今ちょっと苦し紛れに持っていたという感じでしたもんね。かかってた時間、やっぱり割間選手の足のダメージがやっぱり深いわけですよね。そうですね、さあ長期戦になっていくのか、輪島確かに徐々に進歩はしてきておりまして、この長期戦に対するスタミナというものもついてきた輪島です。やーっと返す、ブレンバスター、まずはブレンバスター、さあここは石川に立ち、みんながみんなで一歩一歩一歩で大きく成長してますよね。そうですね、天竜源一郎中学2年生で大相撲入り、福井から上京しました。輪島と相撲時代一度だけ戦い敗れております。天竜プロレスキャリアは10年、さあ石川がつかまった、場外選手攻撃であります。さあ秋名原が1本1本です、かなり先ほどのジャリアットのダメージ、この天竜も輪島も原石川の場外から手を出すんですね。それはですね、輪島選手はやっぱり手を出すべきですね。そうです、天竜はですね、原選手が公正なわけですからね、あえて出す必然性はないんですけどね、やっぱり石川選手が劣勢に立ってるわけですからね、輪島選手はやっぱりチケットに出るべきですね。さあ石川腰を強く出しています。糖尿病と戦いながら今日の首を取りました石川。さあ天竜同盟はタッチが早くなりました。それに対しまして石川輪島チーム、それぞれがロンリーバトルになっています。ロープの反動を利してブレンバスター、この辺も余裕の表れであります。カバーをして、カウント2、石川も苦しいか、石川も苦しいか。最終戦後楽園大会アジアタックのタイトルマッチが決まりました。挑戦者は若き天竜同盟川田冬樹、このチャレンジを受けることになっています。リースナムです。ちょっと石川輪島日大花子コンビ連携がなくなりましたね。分断されてますね、石川選手って、ね、腰のあたりですけどね、はい、完全に石川さんがくっきりとまだ残ってますね。なるほど、いかにやっぱ強く打たれたかですよね。そうですね、石
まあ、しかしこの今日の試合に出ますと天竜和島もそうですが、この原石川の頑張りが進みますね。高橋さんますね、彼らがやっぱりこの試合の上の高さを支えてますよね、はい、和島が出ました。先ほど場外戦出なかった和島リング内今の場面では出ました。まあ、この石川原が輪島天竜をそれぞれ支えているわけであります。そして支えながらも自己主張を忘れません。石川そして芦田原、このペースは竹内さん天竜原の完全なペースですね。完全にペースになってますね、さあどうしたらいいのか。石川パワーボンか、やめに返していく石川。さあ立ちだあーっとバッチできない。まだ赤いコーナーまでは数メーターあります。結果は駅です。芦田原もう完全な同じところ一箇所攻めですね。かなりこれは腰にダメージ受けますね、さあさあどうだ。気持ちはわかります。石川タッチができません。さあ和島の動きはどうか。ラリアットです。じわりじわりと雲の巣にかかった蝶を雲がかじるように糸振りを攻めていきます。さあ、これがドライバー、すごい、これがすごい。ただでさえのヒットマンラリアットも高橋さんすごいのにね。あそこで勢いが弾みがつきますからね。そうですね。天竜です。闘魂のファイト天竜、反骨のファイト天竜、いい顔をしていました。しかし石川さあこれ勝つのを逃す。さあ和島天竜に先制速だ。さあ突進だ。ストップ粘りの勝利の和島。さあ腹も開けてくる。さあレンザー2人で頑張れ。何だ、やったー。和島天竜スパイク戦ここでドーッと沸きました。さあ気になる攻撃は恩返しとなりやすと和島が燃えています。天竜はこれに応えることができるか。沸きます。さあ今度はゴールデン吉井でくぶりかぶらっぱーリフの中央天竜出ました。今の攻撃どうでしょう。今のは良かったですね、まさに闘魂に火がつきましたね。そうですね、和島はこの死んでいないとというような場面でしたね。そうですね、さあ和島、まあ、ここからがまた大きな次の勝負ですよね。このまま待ってしまってはいけません。しかしこの辺はやはり連携は一番上。サンドイッチザリアスの先生は自分でやるがい。まあ、この天竜原天竜革命コンビもこの技は何回も出してるんですが、今だとして避けたチームになったんね。そうですね、パーフェクトの形でやはり避けきらないんですね。そうですね、片っぽよりでも必ず片っぽがやっぱり当たってますからね。はい、さあ天竜です。天竜原すごいトップの大空、思わず鹿児島県立体育館のお客様うおーという声。竹内さんは首を振りました。どうしたんですか。いや、すさまじい音ですね、本当ですね。もうちょっと開いた口が下がりません。さあ、さすがトルシューダリアットスマンダリアットです。芦田原今度は何があるか。ドロップです。和島がまた打たれました。一心一体の攻防、なんとか連携をしたい日大原家のコンビ。和島必死に返しています。そしてやっぱりキャンバスに寝てる時間があまりにも長いですよね、あーっと今度は踏みつけ、これでも本当攻撃の的にされますからね、竹内さん、この相撲の世界でもおっと、周りは先輩ばかり頑張る。そして石川トップアップ天竜に狙いを定めている。飛んだライン横にアタック、もだくの襲いが中央飛ぶ。石川キック、そしてテクニック、あーっとキック、石川がいいですね。いいですね、驚きましたね。素晴らしいファイト。石川が
かり輝いております。さあ正面から蹴ってました。芦田原も出てきた。一進一退の攻防です。すごい試合になりました。30分の1分勝負、広島県立体育館のセミファイナル。さあ丸め込んだ丸め込んだ丸め込んだ、スモールパッケージ、届けた。4選手からは精神力の勝負でしょう。さあ石川、おのれの準備をかけた。スモールと相撲タックルのラリアットの合体技、抑え込んだ原、どうか。あっと手に入れた戦闘、とんでもない技が出てきますね。背面落とし、抜きっこの技ですよ。あれはこんなの全く天竜選手には無縁の技だったんですけどもね、ピッチになれば体で出してしまうんですよね。そしてあの場合危なく間に合わなかった。天竜に突き放していく。リクライはブレンバスター石川、さあどうなるのか、どうなるのか。右がちょっと場外ですね。そうですね、今ちょっと場外にレフリーが行ってしまっています。さあどうか、2人を分ける、我が強兵2人を分ける。試合はどうなるのか。さあリング上は石川と原、原が返していく。つないだ、あっと天竜が一回を出した。あっと限りなくタックルに近いラリアット、アスラハラであります。そしてあ、これは天竜の得意技です。パワーボム、天竜の得意技、心の連携、天竜ハラ。最後は同僚の源さん、天竜の得意技、パワーボムでハラしましたね。それもですね、本来だったら天竜選手に譲るところだったんですけどね、勝負ところ見たら自分でもやっぱりその技を使っちゃう。これやっぱりこのチームの気迫ですよね。一度決めましたハラです。そして天竜です。私本当に体が入った試合ですから、ね、ですね、負けた石川選手が今回一番光ってたんじゃないですか。そうですね、本当に素晴らしい試合でした。いや驚きました。まあやはりこの石川にとりましても、それから輪島にとりましても、竹内さん、天竜88年超えなければならない壁ですね。しかしですね、今日のタッチマッチ見てますね、石川選手がですね、その壁に大きくなんか一歩近づいたような予感がしますね。あ、そうですか。輪島はどうでした。和島選手、やっぱりもっともっとやっぱり自分を厳しく鍛えなきゃダメですね。なるほど、石川、和島が、芦田原、天竜の前に45分、一本勝負、24分、21秒。さて、新春の黒島が熱く燃えます。新春マッチの後の主役、ピッチャー、タイトル挑戦第2弾、インターナショナルヘビー級のタイトルマッチ、王者、やってまいりました、ジャンボ鶴田が胸を貸します。鶴田のこの88年は一味違ったムードでスタートしました。あの天竜が去年革命を宣言した時のように、今年はバンチ1回目だったこの鶴田が大野望をアピール。天竜原がブッチャー組から守った世界タッグを奪取、そしてウォーリアーズのインタータッグも奪還、タッグ2冠王を宣言しました。そのジャンボ鶴田、インターナショナルヘビー級の黄金のベルトを胴に巻いて堂々の入場。ジャンボ鶴田先に登場であります。さあタイトルマッチ、試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーからミス桜島の手によりまして、豪華な花束がジャンボ鶴田に贈られました。さあこの後は今夜のチャレンジャー、アブダザブッチャーの入場だ。140キロの黒い弾丸がおそらく飛んでくることでありましょう。アブダザブッチャーの入場、ブッチャー豪島に決断、いよいよ鶴田との一騎打ちに臨みます。かつて TWF ユーベルのベルトを巻いたブッチャーは圧倒だけが売り物ではありません。特にタイトルがかかりますと冷静になれる男、そして恐怖と緊着を持つレスラーであります。さあやってまいります。真っ赤に燃える空手着、そして赤黒コンビの同期シューズが暴れます。鶴田のタイトルに異常な執念を持ちますアブダラのブッチャー。アブダラのブッチャーが心に破るは、今夜の桜島を待つ大出演を高々と燃え立たせることでありましょう。リング上、インターナショナルヘビー級選手権試合タイトルマッチ宣言、鹿児島テレビ放送、尾崎直則専務取締役によりまして紹介されています。体育館インターナショナルヘビー級選手権のタイトルマッチ宣言でございました。
ベルトの変換、そのベルトをじーっと睨みつける。アブドラブッチャー、鶴田のインターヘビー級防衛戦は今夜5度目、通算して22度目。ブッチャーとのシングルマッチ休止は実に6年9ヶ月ぶりでございますが、共にピーポール勝ちは一生ずつであります。イングランドのヘビー級選手権試合、6月の一発勝負を行います。ブラザーはどうですか、340ポンドをアブドラブッチャー、チャレンジャーアブドラブッチャー、日本の伝統のベルトを取れば、ブッチャー時代は頂点を迎えます。アブドラブッチャー、ブラザーはイングランドのヘビー級選手権者、270ポンドをジャンボツーナー、88年のタイトルマッチは全部勝つ。これが鶴田の88年です。ジャンボ鶴田、王者ジャンボ鶴田、真の王者ジャンボ鶴田紹介されました。60分の一本勝負です。解説はおなじみの竹内康介さん、今年こそこの鶴田が、ま、88年は俺の年とこう言っておりますだけに、強いアブドラゴブッチャーの出現、まあこのアブドラゴブッチャーを完全に葬らなくてはいけません。さあ今ゴングが鳴りました。ブッチャーを完膚なきまでにマットに葬れば、ライバル川柳もあっと驚くことでありましょう。試合開始60分の一本勝負のインターナショナルヘビー級選手権試合、鶴田よこのアブドラゴブッチャーからピンフォールを取れ、鶴田よブッチャーを頭上高く持ち上げてマットに叩きつけろ。ライバル川柳はボディースラムで一度、バックドロップで一度、見事にブッチャーを投げ切っている。さあいよいよ鶴田の勝負ですね、竹内さん。そうですね、ジャンボがですね、今年を自分の年と言うならですね、はい、まずこのブッチャーを叩き潰さなきゃダメですね。そうなんですね、より早く、より高く、より強く、これが鶴田の88年、日本の伝統をここまで守り抜いてまいりました。王者鶴田の登場、そして強いアブドラザブッチャー、ニューアブドラザブッチャーがチャレンジャーであります。しかしまあこのブッチャーの強さと人気というのはもう本当にどうしたんでしょうかね。まさにもう本当に唖然としますね。唖然としますね。まあファンの方はどうでしょうか、このブッチャーの全日本プロレス登場によりまして、プロレスのまあ醍醐味を改めて始まっているというような、そういう感じさえも受けられますね。外人パワーといいますかね、アメリカパワーの凄まじさをまた改めてここで見直したわけですね。そうですね。そして鶴田の方もこの88年いいスタートを切っています。まあこのジャンボ鶴田のタイトルマッチはどうでしょうかね、グレードの高い内容のある防衛戦を見せてほしいですね。これが要求されますね。ただ今日はブッチャーが相手ですからね、はい、これはやっぱり喧嘩ファイト OK のですね、やや荒っぽくても強いやっぱりジャンボを見せてほしいですね。あはブッチャーにこの年頭の快進撃の流れを、止められないようにと、その一言を残してリングに上がってまいりました。絶好調のジャンボ鶴田、さあ初回は現在アブドラザブッチャーは高賞140キロ、しかしいろんな方がこのアブドラザブッチャーにインタビューをいたしますが、自分の体重はっきりと言えませんけれども、150-160キロは確実にありそうですね。まあ60まではいかないでしょうけどね、55から60の間ぐらいなんじゃないですかね。そうでしょうか。さあジャンボ鶴田も異常に慎重であります。過去も何度も何度も対決しております。鶴田対アブドラザブッチャー、もう数えきれません。腰の上ではややジャンボ鶴田が有利なんですけれども、ほとんどの試合がまあ場外乱戦ですからね。そうですね、リングワークで決着するケースも多かったですね、はい、やっぱりほぼ互角と言いましたね。アブドラゾブッチャーの今夜は慎重なため、さあ赤黒コンビの狂気シューズのキックが出てまいりました。そして鶴田の左腕を殺しに出ています。さあオリンピックイヤーにオリンピック憲章の、より速く、より高く、より強く、これをアピールしたジャンボ鶴田、まずは五輪の輪の一環、インターヘビー級の防衛戦が今慎重の幕開け。インターナショナルヘビー級の選手権試合です。秀さん、鶴田の調子はどうでしょうか。あのパートナーの安井にもこの気配りを見せておりまして、次期シリーズにやってくる阪神のチャレンジャーは絶対に安井にチャレンジさせたいということを言っておりまして、これは阪神から安井が取れるという自信をパートナーの鶴田は思ったようですね。当然そうでしょうね、この辺りもですね、力士としてやっぱり興味深いカードですね。ねえ、さあ場外戦、そして天竜原の PWF 世界タッグを奪取、あのロードウォーリアーズのインタータッグを奪取、最終的には、まあ、いずれ今年88年やってくるでありましょうか、 NWA 世界ヘビー級チャンピオンディフィグレアーのこの世界を奪取して五輪の輪を完成させたい、五輪の虹を完成させたい、こう語っております王者ジャンボ鶴田。
さすがに王道を言っております鶴田だけに夢は大きい。大きい夢というのはいいですね。夢の輪がまさに大きく広がってきましたね。ねえ、まあ、それにしましてもやはり鶴田時代の究極の相手というのは天竜戦ではないでしょうか。まあ、2連敗を一気に跳ね返すためにはこのブッチャーからピンフォール、そして2連敗の天竜からピンフォール、これで確実にこの88年は全てのものと言えるんではないでしょうか。さあ脇腹攻撃だ、ジャンボ鶴田、鶴田の考えどうですか、今日の技の組み立て。割とオーソドックスに攻めてますね、はい、ブッチャーそのものもそれほどですね、なんとか荒っぽい攻めを見てませんね。ブッチャーが前に出て、ズッキー、このままが上外ですね。さあそろそろ得意の場外パフォーマンス、小槌ですいったぞ。まずは流血地獄へさといます、ブッチャー得意技場外、武器を持って大暴れか。さあ目の上だ、左の目の上、何度も何度も勝負してるんですけれども、アブラザブッチャーのこの場外パフォーマンスのこのタイミングというのは竹内さん外せないもんですかね。やっぱりこのタイミングが外せないでしょうね。ずっとスピードですね、はい、もうあっという間にやっぱり競技を手にしても打ってますからね。そうですね、さらにまたパワーと体力間違いなくアップいたしました。アブラザブッチャーでやりますが、この崩し攻撃によりまして鶴田の下に目の上でやります。真ん中辺りですか、ちょうど真ん中ですね。振り通われました、王者鶴田、苦しい試合運びに奈良ザウルを得ません。さあ苦しいジャンボ鶴田、さあ天竜が、そしてアキラ、完璧な世界タッグの防衛を果たしていますだけに、もう内容の薄い防衛戦は絶対にファンは許しません。しかし王者鶴田、顔面を切られました、体を切られました。さあここで一気に血を見て、アブドラザブッチャーが一気に行くんではないでしょうか。さあどういう技を展開してまいりますか。アブドラザブッチャー一回場外に出た、この一回のチャンスを逃さなかったですね。これで流れが全く変わってしまったわけですよね。そうなんですね、これまで完全なジャンボのペースだったわけですね。ロープ伝いちょっと苦しい表情の鶴田、一気に前に出て、さあ地獄突きだ。さあまた熱風が駆け巡るか、ブッチャーのその動き、そしてあの輪島にお正月を打った息も吹かせぬ毒あり戦法、地獄から生き返ったまっさまじいブッチャーの出現という感じがいたします。もうあの日が目に入ってますね、ちょっと全部見えなくなってますね。そうですね、相手を見失っていますが、さあ日本三方四方後ろに止まって助走してからの毒針、輪島この毒針4発でキャンバスに沈みました。この輪島ですけれども、今日はいい根性を見せましたけれども、輪島も再戦を要求しているようでありますが、来週放送の松本からの実況生中継ではタッグマッチで再びこのブッチャー軍団と対決であります。鶴田輪島組対ブッチャー TNT 組が来週松本大市総合体育館から実況生中継でお伝えします。輪島も今日の根性を見せればこのブッチャーにもおそらく肉薄していくことかと思いますが、でもさあリング上鶴田がちょっと劣勢に立ちましたね。かなり追い込まれてますね。アブラザブッチャーが6年ぶりで帰ってまいりました全日本プロレスのマットで、まずは世界タッグのベルトは失敗に終わりましたけれども、日本の伝統のベルト、このインターヘビーへのベルトをもし奪ったら偉いことだ。相当ブッチャーというのは自信を持ってのチャレンジなんですけれども、ここで取ったら大変なことになりますね。ブッチャーはですね、当時からこのインターのベルトにやっぱりかなり執着してましたからね。そうですね、再びリングの中に這い上がってまいりました。アブドラのブッチャーちょっと首を横に振っております。さあ額の真ん中をぶち抜かれました。ジャンボ鶴田が非常に苦しい試合展開だ。強盗一転ブッチャーを切れ、まだまだしかし試合運びのうまいジャンボ鶴田、スタミナは十分、これ式のことではこれだけの流血では、まあ、やや動きは鈍くはなっておりますけれども、過去何度も何度も激しい試合、もう地獄を這い回りました。もう火の口をさまよい歩きました。ジャンボ鶴田一気におそらく逆襲のパターンがあるかと思います。まだまだどうぞご期待いただきたいと思いますが、アブドラザブッチャーがそれにも増しまして、もう本当に素晴らしい動きを見せています。目の中に何か凶器ですか。傷口に傷口ですよね。それを傷パックリまたまた口が開きましたね。さらにおびただしい流血であります。さあアブドラザブッチャー得意技、この血を見るとさらにエキサイトしてくる、もう本当に異常な燃え方であります。アブドラザブッチャー、いや古さがもう完璧に押されてます。さあまだまだしかしまだまだ60分の一本勝負です。鶴田は60分どうなってやれる力を持っている。さあマイクロフォンを掴んで、またこれを狂気にしてめっちゃ打ち、めっちゃ打ち、そして首輪さえ2秒3分にぐるぐる巻き、そしてまた引っ張ります。
また引っ張ります。アブドラのブッチャーの声が聞こえるか。すごい勢いだ、気力のアブドラのブッチャー。やはり鶴田のこの、そして日本の伝統のベルトということで、チャレンジャーのアブドラのブッチャーの気力充実ぶりというのはすごいですね。単なる暴走ファイトじゃないですよね。ちゃんとベルトぶりを計算してますよね。そうなんですね。再びマットを赤く染める最初に転じてまいりました。アブドラのブッチャー、鶴田が今やっと這い上がってまいりましたが、今目を大きく開いています。鶴田よ、大きく目を開け。ジャスティンに確実に相手の顎を捉えた。攻防が下がる、攻防が下がる。さあ、スローイッチだ、今度はスローイッチだ。頭が下がるぞ。さあ、下位、ガクガクの下位から今度はブッチャーが見せるだろう。負けておりません。鶴田対アブドラのブッチャー、鹿児島決戦、燃えてまいりました。さあ切れた、さあ切れた。アブドラドブッチャーのギザギザの下位からザラザラと血が流れてくる。容赦なく今度は鶴田がいった。鹿児島県立体育館、鶴田コール一色、鶴田コール一色。さあ鶴田、気を良くして反撃態勢、また血が流れ落ちてまいりました。アブドラドブッチャーめがけまして、またキックだ。すごいキックを何度も何度もアブドラのブッチャーの下に、そして下にジャンボが飛びついた。すごいぞ、鶴田のこのプロファイト、すごい、すごい、ものすごい勢いで攻め込んでいきます。鶴田が珍しく液体としてますね。感謝しますね。ねえ、反則に負けを取られないようには気をつけてほしいですね。そうですね。まあこのインターナショナルヘビー級の選手権試合は、反則でも移動する、リングアウトでも移動するという PWS のルールが使用されますので、このあたりはしかしクレバーなジャンボ鶴田、冷静に試合を進めてもらいたいと思いますが、流血の対決になりました。さあ体当たりだ、150-160キロのアブドラブッチャーの体当たり、助走をつけて突進、うまく外した。さあ一気に行くか、一気に行くか。このアブドラブッチャーからピンを取るか、ピンを取るか、バックドロップだろう。おお、そうないて。さあ強烈なバックドロップ、ジャンボ鶴田右手を上げた、まだ効いている。さあそのまま抑え込んだ。さあ堂々抑え込んでいるが、監督、アブドラブッチャー跳ね返しました。ブッチャー跳ね返してまいりました。今度はスピニングトーホールド、前者の方と右足で蹴り返す。倒したらおそらく鶴田のペースだろう。アブドラブッチャーは体が大きすぎますので、倒されるとちょっと辛いですね。これはいい攻撃ですね。非常にいい攻撃、理にかなった攻撃。やはりジャンボ鶴田、オリンピックイヤーの今年、まあ大きな大きな野望を秘めたこのジャンボ鶴田、どうしても88年は俺一色の時にしたいと、かなりライバル川柳を意識した発言を度重なるごとに言っています。それだけに今日は内容の濃い勝負を要求されておりますが、流血の対決で今のところ鶴田が今度はスペースを取ってまいりました。アブドラのブッチャー、ものすごい下位、いやギザギザの下位からもう血が溢れています。さあ激しい流血戦だ、鹿児島決戦。さあ大変だ、勝負がどこで決まるかどうか。相当流血でありますけれども、アブドラのブッチャーの目にも、あっとディフェンスが空手、いや強いですね。ブッチャーはまだ正気があります。勘どころを心得ています。アブドラのブッチャー、また立ち上がってまいりました。異常なるベルトへの執念、そして流血のヘッドバット。さあ思ってモンキーフリップ、おーいった、これは珍しいモンキーフリップ、ジャンボ鶴田。さあアブドラブッチャーを投げ切ったぞ、そしてエルボー思って打ちました。このエルボードロップが喉を突いておりますけれども、アブドラブッチャーのもう底知れぬスタミナ、また返していきました。このブッチャーの今回のラリーを見ておりますと、もう一回後ろに下がってフライングボディスラッシュドロップ、空中同時目落とし、しかしジャンボ鶴田の喉がスタンドロープに当たってしまいました。ブッチャーはこのどこでしょうか、動きを見てますとマットの上ではピンボールされないような気がしてきましたね。そんな気がしますね。かなりしぶといですよね、はい、何かその絶対にリング上ではピンボールされないというような卓越した力を秘めているような、こういう感じでありますが、場外戦であります、場外戦であります。鶴田場外リングアウトのドロー引き分けは痛み分けになってしまいますが、さあ必死で必死で鶴田、うわっとカウント、またアブドラブッチャーが、アブドラブッチャーが引っ張られて、どうやら場外リングアウトを狙っているようだ。鶴田ここはもうロープに捕まって、必死で捕まってタイトル防衛の意識、タイトル防衛の意識でしょう。どうやら勝負がつきましたけれども、どうやらサードロープにつかみついたジャンボ鶴
されたが、まさにこのタイトロープで応援が成功したようであります。応援が成功したようです。アブドラブドッチャーもリングアウトが取られたのか、両者リングアウトの引き分けなのか。両者リングアウトの引き分け防衛であります。グレードアップの勝負をしなければいけないと武井さんもおっしゃってましたが、どうでした、古田の防衛戦、まずそれはですね、確かにタイトルは残ったんですけどもね、ジャンボにとって非常に濃いな防衛の仕方でしたね。そうでしょうね、そうでしょうね。これでまたまたこのアブドラブ・ブッチャーとの遺恨がもうまた開幕したことになりますね。それですね、ストップザ・ブッチャーはまずならなかったと見ていいですね。そうですね、年頭の防衛戦でありましたけれども、そのアブドラブ・ブッチャーの凄まじい攻撃、タイトルへの執念を見せまして、アブドラブ・ブッチャーがもうギリギリ誘って、最後は引き上げて、まあ、次第に先頭を奪ってやろうという、そういう作戦に乗っかってしまったという感じでありますが、古田の表情をちょっと見てみましょう。両手を上げてはおりますけれども、完全にリングの中でのピンホール防衛ではありません。さあ、アレクルチャレンジャーのアブドラブ・ブッチャー。さあ、ブッチャーは、武井さん、このシリーズ最終的には、温帯ジャイアント同様の一騎打ちを望んでいるようですがね、なんとかやっぱりその新入戦にこじつけたいんでしょうね。そうでしょうね。そしてまた、輪島との対戦は、来週、松本市総合体育館からの実況生中継で実現いたしますけれども、鶴田、輪島組対ブッチャー TLT のタッグマッチで、輪島とブッチャーがもう一度対戦いたしますが、さあ、まあ、インターナショナルのヘビー級、日本の伝統の守り抜いた、このジャンボ鶴田でありますけれども、88年は俺の年、まあ、鶴田今年の願いをもうファンの皆様に発言いたしましたが、そういった大きな観点から見るとどうでしょう、鶴田です。もう一回やって、もう一回もう一回やって、もう一回ジャンボ鶴田が私どもの放送席のマイクロフォンを持ちまして、もう一度鶴田とタイトルマッチをやらせろと正式にアピールいたしました。それを聞いたのか、アブドラブ・ブッチャーがさすがに放送席にドーンと飛び込んでまいりました。場外、場外、また大乱戦が始まっています。アブドラブ・ブッチャー対ジャンボ・クルカのインターナショナルヘビー級の選手権試合は13分25秒両者リングアウト。そしてクルカはもう一度やらせろ、もう一度やらせろとアピールいたしました。クルカの気持ちとしてはリングの中で、リングの中で肩を捨てたかったんでありましょうか。おっと、鹿児島県立体育館の舞台に上がりましたチャレンジャーのアブドラブ・ブッチャー、そして空手殺法のデモンストレーション、どうしたんでしょうか。まだ余裕着々ですよ、ブッチャー。いいですね。これは完全にやっぱりジャンプを超えてしまいましたね。そうでしょうね。おそらく体育館の片隅では今回ジャイアンツとのこの勝負を見守っているかと思いますけれども、アブドラブ・ブッチャーの気になる狙いはどうやら本体ジャイアンツの馬場のような気がしてまいりました。馬場対アブドラブ・ブッチャーの一騎打ちはいつ行われるんでしょうか。ファンの興味もどうやらこういったところにあるようですね。そうですね、ブッチャーもそれを強く望んでますからね。そうなんですね。まだ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 リングサイドのお客様に俺の強さはこんなもんではないというような反応をアピールしております。流血のアブラのピッチャーであります。いやいや、もう大変な勝負でございました。今夜は鹿児島県立大会から全国の皆様に鹿児島テレビの生産協力でお伝えしておりますけれども、これがアブラのピッチャーの後ろ姿でありますが、どうやら遠いな控えの方に戻りつつありますけれども、このピッチャー人気というのは本当すごいですね。凄まじいですね。凄まじい人気ぶりであります。もう大歓迎という感じですもんね。はい、久々にやってまいりました、鹿児島にやってまいりました。アブドラとブッチャージャンプ通算をかなりのところまで追い込みましたけれども、結局は両者リングアウト13分25秒の勝負、タイトル2つはなりません。